どうも、ラートです。ということで、本日も脱獄ごっこやっていきたいと思います。本日はですね、ひまてやさんというね、方のミラティブ配信に参加したやつです。で、本当はね、お昼ぐらいに撮影しようと思ったんだけど、ミラティブ配信してたら、気づいたら夕方で、やばい、今日の動画撮影してねえわってなって、参加型の方でね、動画撮影させていただきました。ちゃんと許可もらってるんで、もらってます。はにゃ。今回は、なんだっけ、グリーンビレッジの市民です。アイテムはリモートボムとクラッカーで、スキンが、なんちゃら、なんだっけ。まあ、二つ今スイッチ押さえてるので、あと、呪術回戦。で、昨日の動画見てくれた方はわかると思うんですけど、結局ね、もう一回注文してってところまで話したんですけど、はい、今日木曜日朝届きました。でね、Amazon って置き配指定っていうのができて、どこに置いてほしいかっていう、どこに届けてほしいかっていうのを指定できるんですけど、僕今回玄関に届けてくださいって、玄関に置いといてくださいっていう設定にしたんですよ。そしたら、お届け配達は一緒だ。配達完了しましたみたいな通知が来たのよ。あ、やばい、届いた、やった、嬉しいってなって、玄関に設定したから玄関見に行ったら、ないんですね。で、メールも来てたの。アプリ内通知と別でメールも来てたの。で、メール見たら、宅配ボックスにお届けしましたって来てたの。なんでだろうね。うん。ちゃんと玄関に設定したんだけどね。置けなかったのかな。なんか、なんだろう。俺初めて玄関に設定した。いつも宅配ボックスにお願いしますという設定にしてて、今日初めて玄関に、指定したんですけど、ダメなのかな。なんか、置けなかったのかな。でもスペースはあるんだけどね。まあ、結局ゲットできたんで僕は良かったんですけど、まあ、なんかたまにこういうことあるんかな、みたいな感じですね。やばい、来てる。人狼が。やばい、俺になりすましてた。うわー、ぶったりされた。やばい。ちょっと待って、来ないで。やめて。怖い。あ、でもこっちまで来る気配はない。なんかクラッカーで狙ってんな、遠距離から。お、最後のスイッチナイス。最後のスイッチナイスです。オーケー、倒していく。さあ、脱獄していきましょう。よし。めちゃめちゃ安全に脱獄できる。オーケー。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。